トゲウナギ科は、タウナギ目に属する魚類のトガの一つ。ウナギに似た体型の熱帯魚であり、英名からスパイニーイールとも呼ばれる。トゲウナギという和名は、英名のスパイニーイールの直訳で、戦前台湾で発見された際に付けられたものだが、イールやウナギという名前は、外見上の類似から付けられているだけで、ウナギ目との類縁関係は遠い。体は細長く、角ヒレは、 うなぎのように融合せず分離している。また、背びれの前方に名前の由来となった短いトゲが一列に並んでいる。頭部は尖った三角形のような形状で、口の先端には尾光がヒゲのように発達した器官があり、これを動かして餌を探す行動が見られる。15センチメートル程度の小型の種類から1メートルに達する大型種までおり、色彩や模様も多様。 いずれも干渉魚として流通しており、砂に潜る性質や人間に良くなれることから、アクアリストに人気がある。なお、日本語での表記は、一定しておらず、スピニール、スパイニールなどと表記される場合もある。次の三族からなる。シノブデラ族は、中国、ミクログニソズ族は、熱帯アジアに分布する。マスタセンボラス族のうち、アジアさんは10種ほどで、 残り50種ほどはアフリカに分布する。かつてはアフリカ産の種をエチウマスタセンボラスとサクマスタセンボラス属に分割していたが骨格の詳細な検討からマスタセンボラス属に統合された。分子系統解析からはエチウマスタセンボラスとサクマスタセンボラス属の系統は複雑に入り混じっていることが示されている。また、講義のマスタセンボラス属は 側系統軍となっている。ありがとうございます。